RMC チャンネルご覧の皆様、こんにちは。日本リスクマネージャー&コンサルタント協会が提供する YouTube チャンネルです。組織と個人のリスクマネジメントを考える、このジャーナルは、当協会副理事長である私、石川恵子が担当しております。本日のゲストスピーカーは、ちょっとすいません。ちょっと急に見えなくなりました。メガネかけます。医療法人、甲府昭和人クリニック理事長兼院長の井上博信先生です。井上先生、今日はよろしくお願いいたします。こんにちは。よろしくお願いします。今日のテーマは、井上先生が成し遂げたクリニックの組織変革になります。クリニック、私たちにとってとても身近な存在でありますけれども、このクリニックの組織変革、あまり聞き慣れないかもしれませんけれども、この言いにくい関係が言いやすくなったとか、ね、割と、中身としてはとても身近なものになりますので、ぜひ皆さんにお聞きしていただきたいと思っています。では、最初に、井上先生、自己紹介お願いできますでしょうか。ありがとうございます。甲府昭和人クリニック理事長兼院長の井上博信と申します。自己紹介ですが、僕は実は、2000年に山梨医大を卒業しまして、大学院を修了した後、九州のとある救急病院で勤務医として、長く働いてきていました。その前も大学病院であるとか、結構大きな大病院、癌病院と呼ばれるようなところで勤務を続けてきたのですが、今回、山梨に戻る、機会を得たこと、新しい、道を、に進んでいこうと、決意し、今のクリニックに、にて、第二の医者の、臨床をやっていこう。そういう形で、山梨に戻ってきたっていうのが、今のクリニックに行くきっかけとなったものです。そうすると、勤務医が13年ぐらいされていた、10年ぐらいやっていて、そして山梨で経営者の立場になるかということになりますか？そうですね。はい。研究も全部合わせると20年なので、本当に医者の人生の半分を勤務と、あと、救急病院といいますか、救急医療をやりながら透析医療もやるっていうような、ちょっと贅沢な経験をさせていただいてた、そういう、前半の、医者人生だったなというふうに思います。そして、今回、組織変革をしたということなんですが、どのようなきっかけだったのかというところですが、どんなところでかは問題意識をお持ちになったのかというところをお聞かせいただけますでしょうか。はい。僕自身、先ほどお話したような、大きな病院で、しか勤務歴はなかったんですが、その中でも、いわゆる、地域でのクリニックのイメージとしては、大病院の、いわゆる、喧騒に、があったり、何か特有の、形式的な冷たさというか、そういう、大病院的な、ところとはちょっと程遠い、アットホームな、と言いますか、イメージですけれども、温かでゆったりとした側面がもっと多い環境かな、というふうに、勝手に思っていました。ただ、いろいろ、勤務してみると、そのところと、また、少しイメージと違うかったかなっていうところもあったもので、そこは、こういうものなのかななんて思いながら、最初の数年を過ごしてたっていうのが、
実際のところかもしれません。ちょっと規模を確認しておきたいんですけれど、どのぐらいの規模でした？ 20 人だったと思いますけれど、はい。人数の構成を教えていただけますか？はい。看護師、技師、まあ、医師合わせると20名ぐらいで、プラス、医療事務アシスタントが十数名。それに、非常勤の医師、非常勤の技師と、すべて合わせますと、50名程度50の、名。クリニックになります。そうなんですか。結構大きいということですね。クリニックとしては大きいかなと思いました。それで最初のこう温かいイメージを持っていたんだけれども、まあそうではないっていうことですか。まあ皆さん多忙だったっていうのもあるんでしょうか。その忙しさ具合っていうのがよくわからないんですけど。そうですね。確かに、忙しさの質っていうのが、大きな病院といいますか、今まで大学病院や救急病院で働いてた、その、業務内容とは、ちょっと、違います。ただ、むしろ、簡単に言うと、その組織文化といいますか、そのクリニックでの、最初思い浮かべてたそういうところ、もしくは、思ったよりも、この若いスタッフをはじめとする、その早期退職の方、スタッフが多かったり、またこう、これは大病院の時の方が良かったかなって思ったのは、こう、スタッフ間でも、こう、建設的な意見をこう言い合ったり、意見を出し合える場面とかがちょっと、少なさを、感じていたっていうのは、正直なところです。そういう意味でも、やりたいこと、改革していかなきゃいけないかなって思うこともあったんですが、これまでの伝統なり、長く、そういうスタイルで、クリニックが運営されてきていますので、何かと反対意見があったり、もしくは、賛同を得られにくい状況もあったのも事実です。そうすると、井上先生としては、温かい、建設的な意見が言えるような温かいクリニックを、想像してたっていうか、作りたいっていうところがあったんだけども、少し現実はちょっと違ったかなっていうところが出発点ということなんですが、そこから、いろいろ提案しても通らなくて、それでどうしたんですか？そうすると、もうちょっと諦めちゃうっていうかね、なりがちじゃないですか。そうならなかった、井上先生は。臨床そのものは、勤務として、その、透析業務であるだとか、臨床そのものに、何か支障をきたすっていう、そういう問題は、もちろん、起きるような、そういう環境ではありませんので、ただただ、その、スタッフのモチベーションであるだとか、もちろん、自分の、臨床に関してのやりたいこと、そこをもっとこう、ポジティブにと言いますか、なる部分が、あるんじゃないかななんて思いながらも、もちろん忙しさがあったり、改革するにしても、そのノウハウも僕自身一人で、今までそういう経験が乏しいような、勤務と言いますか、そういう仕事をし続けてきてたもので、そういうジレンマがありつつ、過ごしてきた。ただ、2023年に、経営分離、法人分割っていうきっかけがありまして、その時に、今までの立場ではなく、ここのクリニックの本当の、オーナーといいますか、決定をして責任を持ってやっていく立場になりましたので、そこで本当に深く考えて、
ここを変えた方がいいかなっていうところを、まあ、実際半年ぐらいかけながら、悩みながら、決意していくに至ったというふうに、振り返ります。そうすると、最初にイメージしてたクリニックに今近づいているんでしょうか。まあ本当に成し遂げたっていうことなんですけど、どういう感じになったんでしょうか。結果的には、今回の改革はうまく進んでいるかなとは思うんですが、僕一人で考えてた、もしくはその半年間考えてたようなところだけでは、決してうまくいかなかったでしょうし、おそらくこれから、例えば開業をしてとか、どこかの、事業、法人を継承してやっていこうっていう思ってる先生も、まあ、もしかすると同じような、まあ、間違いとまでは言いませんけれども、同じような、ちょっと辛い経験をされるかもしれないな、なんて思って、まあ、お話ししたいなって思ってます。まあ、その一番辛かった時ってどいつなんでしょう？いつ頃まあ、だったんでしょう？現実的に一番辛かったのは、やはり、組織改革を断行するというふうな決意を持って、本当に変革ができるか、できるかどうかっていうところを、なんていうんですか、やったはいいけれども、できなかったらどうしようというか、そこの、瞬間といいますか、ちょうど3月4月頃が、やはり辛かったかなっていうふうに、辛いというか、一番大事なところでもあり、もう何年分も凝縮したような、経験をさせてもらったっていうのは事実です。まあ、要するに4月は今年のってことですか？今年の3月、4月っていうことですね。まあ、そこから半年かけて、まあ、今、大改革を成し遂げているということになるわけですけども、じゃあ、あれですか、私ちょっと思ったのは、私が、井上先生に最初に会ったのは、実は1月、リアルでお会いしたのは、1月の下旬でして、で、まあ、これからやるという、まさに最初の部分だったとは思いますけど、まあ、あの時よりも、あの時が一番悩んでたのかなと思ったんですけど、この揺れ動いてるのかなと思ってたんですけど、そうじゃなくて、その後、3月に決意表明して、みんなでやるぞって言った後のところが、実は一番大変だったっていうことですか。辛いというよりも、責任が重いと言いますか。責任の重さ。ああ、それを痛感しつつ、本当に腹を据えたというか、もう何があってもやるっていうふうな、そういう気持ちになったっていうところです。まあっていうのも、多分、石川さんとお会いした頃の、その前のあたりといいますか、変えていくにあたって、まあ、これも本当ありがちなんですが、自分が長年、20年間っていうか、本当の臨床畑でやってきた、そういう知識とか、その技術で思ってすれば、より良い医療をもっと良い医療を提供できるんじゃないか。そういう診断治療を行っていけばみんなもついてきてくれる、分かってくれるはずだっていうふうな、ような、ちょっと思いもあったっていうか、そういう考えが、ちょっと後でこれは間違いだっていうことは分かったんですが、そういうことで、エンゲージメント、組織のエンゲージメントにつながったり、みんなのモチベーションとか、やりがいにつながるのかななんていうふうに、ちょっと考えていたところがあったんですが、むしろ、自分がやりたいことの中に、
その、スタッフ目線がすごく希薄だったなっていうふうな、まあ、これ、勤務医時代のことも 反省を込めてなんですが、医療者はどうしても、こう、患者さんのためという、金科玉条のをもとに、個々の価値観に沿って、こう、自己犠牲も払いながら、やることが、まあ、ある意味美しいんだというか、それが正しいことでっていうふうなところに、あまりにも重きを置いて、使命感を持って働いてる。ただ、こういう、今回の転機をもとに考えるにあたり、クリニックをこう改善していく、その改革、変革していくには、スタッフが幸せになるような、このスタッフ目線で、皆がこの個々のスタッフがこう信頼、感謝、笑顔を持って溢れて、溢れるような、それらの気持ちが溢れる職場環境を作っていくことが最優先で、そしてそのために、どうするべきか。そちらを優先することで、それが巡り巡って患者さんのためでもあ、もちろんその臨床のことを、おろそかにするわけではないんですが、もっとそういうところに、力点も、目線も置かなきゃいけなくって。ただ、まあ、臨床畑でずっとやってきてましたので、それをどうすればいいかなんていうのが、知識もノウハウも、もうないと言っていい状況。おそらく医療関係者も、まあ手探りでこうやったり、まあ役職者で、まあやる病院もあるかもしれませんが、まあ今回はこの ICP の力をお借りして、作り変えていく。そういうふうな作業、まあ、僕にとっては必要で、かつ、すごく力になってもらえたなっていうふうに、今も思ってます。はい。ICP カフェっていうのは、医療関係者が、まあ、オンラインで、2週間に1回ぐらい集まって、日曜日に朝集まって、こう、いろいろ話をするっていう、そういうカフェ活動っていうことになります。それで、この IC、そう、最初にオンラインでお会いしたのは、多分、去年でしょうか。井上はい。先生とお会いして、ええ。で、そうすると ICP カフェ、そのカフェに参加して、してから、まあ、1年経たずに、まあ、決意をしてたっていうことですか？半年、そう、数ヶそう月で経っすてからね。とか。ああ。秋に、ICP カフェに最初に参加して、まあ、その参加者のお話を聞いたり、そのメンバーからの、まあそういう刺激も受けながら、まあ実は自分はこういうことをやっていかなきゃいけないんだっていう、その臨床一本やりから、まあ大きい意味では経営なんでしょうけれども、その経営の中でもやはり、その人の、方に働いてもらっている、そのスタッフの立場に立ったような、みんなが働いて、みんながやりがいを持ってやっていく、働きがいがある職場環境を作っていくっていうところに、もっともっと目線というか力を入れていく必要があるっていうのが、気づかされたっていう、そういうカフェでした。ということは、患者目線、まあもちろん大事なんだけれども、働く人、スタッフ間のエンゲージメントが大事だと思ったのは、カフェの人たちが集まってる時にそういう目線が来たのか、それとも決意した後に、こう実際にやって、責任持ってやった時にこう非常にこう強く感じたのか、どこが最初だったんでしょうか。やはり一番最初は臨床を頑張ることっていうのが漠然とこう診療に力を注ぐことがクリニックのためになるっていうふうに思ってたのが、
パラダイムシフトしたのはそういうカフェといいますか、新しくそういう目線で見なきゃいけないんだっていうところで、僕にとってはそういうコロンブスの卵といいますか、あ、そうだったんだっていうところで、そのためにはどうしたらいいかっていうところ、その職場環境、エンゲージメントを高めたり、個々のスタッフが、ここで働いてよかったな、やりがいがあるなっていう職場に、どういうふうにしたら近づけていけるかっていうところ、そこの、サポートとなる存在っていうところでした。それで、この間、その成果発表会、私もオブザーバーで参加させていただきましたが、驚いたのは、そう、週1回15分のミーティング、ということをおっしゃる方がとても多くて、たった15分で、あ、そう変わっていくんだなっていうのを改めて感じました。なんかこうね、大ごとでなんかすごい研修でもやったのかなと思ったんですけど、そうじゃなくて、そうでもなかったんで、コンパクトに。ね。医療関係者忙しいからそんなにね、確かに多くの時間取れないだろうから、それは驚きではありましたが、先生はもうそこは見通しは立てて、ていたんでしょうか？最初にやるときから。いや、これでいけるんだと思ったのか。あ、これでいけるんだ。あ、こんな風にいけちゃったみたいな。なんかそういう感じですか？どうなんでしょう？いえいえ、実際、言うはやすしで、どういうふうにすれば、例えばその週1回15分なりの単波でも、ただ漫然とじゃないですけれども、やるのは多分、直接的なエンゲージメントの、改善だとか、職場環境の改善にはなっていかないだろうと。まあおそらく一番本当の本当の最初は、まあ、スタッフにとっても辛かったり、まあ今でもそういうの部分もあるかもしれませんが、やらされ感があったりするかもしれません。ただ、行動規範といいますか、ミッション、ビジョン、バリューっていうものをもとに、どういう行動をしていくべきか、そのためには皆がコミュニケーションをとって、皆が意見を出し合って、みんなが同じ目標を持って取り組めるような課題と、その対策、その実践っていう形の、こういう、まあ、いわゆる PDCA みたいな場がないと、まあ、チーム医療の本当の意味の実践にもなっていかないでしょうし、そういう習慣づくりっていうのが、だんだんと、こう、エンゲージメントの向上につながっていくというふうな、そういうイメージで捉えた方が、いいかもしれません。なるほどね。そうすると、どうなんでしょう。先生が半年前に描いていた姿と、まあ、現在の姿。私もこの間参加させていただいて、とても強く思ったのは、まあ、実際に、ケアレスミスというか、まあ、月3回ぐらい、ちょっとしたミスがあったの、ミスというかね、ヒヤリハットだとか、思い違いとか、そういったことなんだろうけれども、それが、ゼロになってると、半年間ゼロっていうのも驚きで、コミュニケーションが良くなると、あ、こんなに、まあ、ちょっとしたミスが減るんだなということを皆さんも実感して驚いているっていうのはとても印象に残りました。まあ、私たちの団体もリスクマネジメントをテーマにしているものですから、やはり何かトラブルが起こると人間関係って悪くなるので、なるべくトラブルを起こさない、ミスを起こさない、今確認してし合うっていうのはとても大事だっていうのはわかるんですが、そうは言っても、なかなか多忙な中でできない。でもそれを実際に実現して皆さん、とても満足してるというか、今の雰囲気にすごく満足してるっていうのが
印象的でした。で、それは先生自身が、ここまで持ってこれるというふうに、最初から思って、イメージできていたのか、どうかなんですけれど、いかがでしょうか。恥ずかしながら、今の状態を、例えば、知った？先ほどのコロンブスの卵だなぁなんて思った時からちょうど1年ぐらい経つんですけれども、1年後の自分の姿っていうのは、もしくはクリニックの姿がこのようになってるなんていうのは、ちょっと、想像できなかったと言いますか。嬉しいところもすごくあって、もちろんまだまだ、改善すべきところだとか、もっともっと、良くなっていきたいところ、問題点、全然ないわけではないんですが、今、職場環境としては、以前、その1年前に比べると、予想以上の、改善といいますか、改革ができているかな、変革ができているかなっていうふうに思ってます。何が一番大きく変わったんでしょうか？まあ、いろいろ変わった部分はあると思うんですけど。まず、スタッフ間のコミュニケーションが以前よりも、増えて、職種間もそうですし、看護師と技師、アシスタント、その、かん、あの、職種間もそうですし、その職種内での、コミュニケーションも、すごく増えてきてるかなと。で、それによって、まあ、先ほどのその、ヒヤリハットのお話も、これも、通常の、大きな病院さんとか、まあ、大学病院をはじめとして、どこでもこう、医療安全委員会があったり、こういうふうにしたら、減るからこういうふうにし直しましょう。もちろん、このクリニックでもずっとやってきたんですが、根本的にはやはり、みんながこう、コミュニケーションを高めて、別にそれをこう、防ぎましょうよなんて言わなくても、結果的にそういうミスが減ると言いますか。明らかに、報告、今も月1回、医療安全委員会やってるんですが、もう、上がってこなかったり、上がってきても、あ、これはちょっと仕方ないよね、っていうふうな、防ぎようがないよね、というふうな、トラブルケースだと。そういうふうなのに、だんだん絞られてきますので、本当に、急がば回れと言いますか、患者さんのためだけではなく、この組織はどういう使命を持って、どういうビジョンを描いて、どういう職場にしたい、そのために我々はどういう行動をすべきか、そのことを念頭に置きながら課題を作って、先ほどの15分間のミーティングのような形で、を醸し出していくといいますか。そういう形が良かったかなっていうふうに思います。その15分のミーティングは、井上先生はご覧になったことはあるんですか？皆さんがどうやってるかっていうのを。できるだけ僕が入ると、そのまたバイアスがかかってはいけないと思いますので、こっそりとしか、実は、プラス、今まで、まあ、結構多くのクリニックもそうですけれども、トップダウン式といいますか、院長が言ったらこうなるとか、偉い、その市長なり、技師長がっていうふうな、まあもちろんそれは大事なシステムなんでしょうけれども、主体的に考えて、
主体的にこのアクションができるっていうふうな、そういう組織の方がはるかに強くって、組織作りの本当に根本になってくるのかなと。もちろん最終的なその経営の方針であるとか、どちらがいいかわからなくて、紛糾している部分が、そういう、課題があれば、決めることは、もちろんトップの仕事であり、それは責任を持ってやると。そういう関係性といいますか、僕自身も他の、職種が、で、どんどんやってもらいたい。もちろんその責任は自分が負うという、そういう覚悟でいますので、安心して、いろんな意見なり、アイデアなり出してもらうっていう。そういう形は、まあ、クリニックでも取れるかなっていうふうに思ってます。少し戻るんですけど、一番辛い時に、どうやってそこを乗り越えていったんでしょう。なんか支えになったものっていうのは、ご自身の信念なのか、あるいは、まあ、周りのサポートもあるとは思いますけど、どういうふうにこう、しっかりとぶれないでやり遂げたのかっていうところ、まあ、ポイントの部分をもう一度、まあ、さっきも聞いたかもしれませんけど、聞き忘れたかもしれないので、ちょっと、もう一度お願いできますか。まあ、もちろんその意思とか曲げないっていうのは、それは大事かもしれません。プラスはやはり、まあ、今そういう変革にあたっては、本当に一人でできることではない、スタッフとの信頼、感謝、笑顔を絶やさないように。そういうことと、まあ、今回この変革にあたっては、役職者といいますか、そういうコアメンバーにあたるスタッフとの共同作業であり、本当に、その、コアメンバーのスタッフにはもう感謝してもしきれないぐらいの、今でも目が熱くなるぐらい感謝しています。最初から皆さんついてきたんでしょうか？それとも、本当にそんなことってできるの？って、疑いの目とかありませんでしたか？まあ、多分、本音では半々だったところもあるかもしれないですけれども、ただそれは、しっかり説明をして、コミュニケーションじゃないですけれども、こういうミッションを掲げて、こういうビジョンでやっていったら、こういう価値が生まれて、これをやっていけば、絶対うまくいって、みんなが幸せになるし、それをやるのは僕たちの役目なんだっていうことを、ついてきてほしいと。まあ、多分、うまくいかなかったら辞める覚悟でしたっていうふうにも言われましたので、そんなわけにいかないなっていうところで、人はやっぱり自分のためだけに頑張るっていうよりも、人のために頑張るっていう方が、底力と、忍耐力と、火事場の馬鹿力が出るというか、そういうところがあったと思います。そうですね。人のための方が力が湧いてくるかも。おっしゃる通り。本当に。と、井上先生、私の第一印象からするとちょっと線が細くて、あれ、本当大丈夫かしらなんて私もね、思ってたんですよ、実は。本当に今ですけど。大丈夫なんだろうかなってね、思ってたんですけど、もうすごく秘められたる情熱というか、ものすごく内面は燃えてるんですよね。そこって。ありがとうございます。ええ。だから、最初の第一印象はあれちょっと大丈夫かなと思ったりしてたんですけど、こう繰り返し、
コミュニケーションしていくうち、すごくこの、熱いものがあるっていうのが伝わるようになってきたので、きっとその繰り返しの、繰り返し繰り返しコミュニケーションすることで伝わっていったんだろうなって、とても思います。で、先生、これからなんですけど、この半年間、自分が思ってた以上に、まあ、成果が上がって、いい雰囲気になったということですけれども、今後はさらにどうしていきたいでしょうか。そうですね。まだまだ、まだ半年っていうか、この活動が、本当に良かったなって振り返ったり、その結論を出すまでには、まだまだ時期、尚早であるっていうふうに思います。今回の、活動を通じて、変革した、してきた、こういうクリニックの取り組みが、本当に普遍的なものというか、持続可能なものであるのか。もし可能ならば、こういう取り組み自体が、他のクリニックもおそらくいろんな、多かれ少なかれ、職場での問題って抱えてると思うんですよね。そういうところは、今やってるこの経験を、みんなにシェアもしたいですし、分析をしたり、広めていったりしてやっていきたいと思いますし、今、自分のクリニックは、人工透析のクリニックですので、外来透析施設の、一つのモデルケースといいますか、理想形として、患者さん含めてスタッフ、他の医療関係者や、今日この話を聞いてくれた全ての人たちにも認められるように、このたゆまぬ努力は、続けていきたいと思ってます。繰り返しになるんですけれども、こういう自己犠牲で成り立つ医療っていうのは、もしくは使命感だけでやっていくっていうのは、ちょっとこれからの時代にも、マッチしないであろうし、僕自身がこの経営者の立場としてになった、その目線といいますか、そういう立場からすると、やはりスタッフを含めた幸せの追求こそが、普遍性があって、持続可能であり、本当に新しい価値観、そのクリニックやら、その医療法人、もう大学病院ももちろんそうだと思います。大きな病院もそうだと思います。そこら辺を、広めていけたら、発信できたらなぁなんて、思いながら、今日お話しさせてもらってます。理想は高く持たないと、目標より下しか、目標を超えることはできないので、目標は高く、今後も、たゆまぬ努力、本当に続けていきたいというふうに考えてます。はい、ありがとうございました。ね、これからもっと広めたいということであれば、また時々出ていただいてもいいなと私は思いました。さらありがにとうございます。繰り返し語っていただけたらと思いますから、今度はまたね、スタッフの方と出ていただいてもいいでしょうし、ね、いろんな形で、私も発信をサポートしていきたいと思います。ということで、今回はクリニックでの組織変革を成し遂げた。半年で、そして成し遂げたんですよ。井上先生にお話を伺いました。もし視察したいということがあったら、どうなんでしょう。どんなクリニックあるんだって言ったら、ね、視察とか、あるいはまた話したいということがあったら、先生ウェルカムなんでしょうか。もちろん、あらかじめご連絡いただければ、準備をさせてもらいまして、こういう、場ではなかなか言いにくいような本音だとか、問題点、お話しさせてもらえたらな、なんて、僕は思ってますので、ぜひ、はい。ご興味ある方はご連絡ください。甲府、私も行きましたが、富士山が見えて、とてもいい場所なので、ぜひ皆さん、視察ということでも歓迎ということですから、もしご興味がある方は、井上先生にご連絡いただければと思います。
では先生、本日はありがとうございました。ありがとうございました。